もしかしたらって思ってここに来てみたら、いた。いつからだろう、私がおとぎ話を信じられなくなったのは。ハッピーバースデー。あ、ちょ待て。何してんだよ。いや、誕生日ちゃんと祝えてなかったからお祝いしようって思ってそんなん勝手にされたら困るでしょ。てか、何その感じ、誰がいいの。別に誰でもよくね。洗っていいちょっと料理作る。いやいや、ふざけんなって。ふざけてんのはそっちでしょ。置いて、本当に。ふざけんなよ、気づけよ。好きじゃねえからサイン出してんの気づけよ。うざってどういうことだよ。もうサインなんかもうとっくに気づいてるっつーの。気づいてるけど好きだから気づかないようにしてただけじゃん。もうおめえだけ。ついに副社長就任か。顔よし、家柄よし、文句なし。本当に素敵な方ですよね。彼女とかいるんですかね。へえ、あんたもしかして自分にも可能性あるとか思ってる。いや、そういうわけじゃない。言っとくけど、あんたと王子さんじゃステージ違うからね。分かってますよ、それぐらいあ、そうそう、今夜副社長就任パーティーあるじゃない。あ、全員参加するやつですよね。私も何着ていこうかな。申し訳ないんだけどさ、仕事が終わりそうになくて。それやっといてくんない。お願いね。はい、わかりました。私にできることを全力でやらせていただきますありがとう。コーヒーか。ふう、もう12時になっちゃうよ。私もパーティー行きたかったの。お疲れ様。この量一人でやんの。王子様。王子です。話すの初めてだよね、姫野さん。え、なんで私の名前。いや、社員の名前ぐらい覚えてないと。あの、副社長、今夜は就任パーティーでは。ああ、接待とかするのもされるのも面倒だから抜けてきた。内緒ね。
あの何？え？副社長、就任おめでとうございます。え？え？やっぱり姫野さんは元気くれるな。ありがとう。え？以前お話ししたことありましたっけ？半年前にさ、君を街中で見たんだよ、たまたま。え？ヒールの壊れた靴を持った君を。Find a way to right these wrongs. When I look in your eyes, I see a place to call. Wish we could ignore these things we've both done now. No matter how sorry we are.違う、怪我しなくてよかった。そうだよ、私はついてるんだよ。彼氏に振られたんじゃなくて、あんなしょうもない彼氏と別れられたついてる意だったんだよ。そうだったんだよ。それに気づけた意だったんだよ。このハイヒールだってあいつからもらったもんだったから、これ以上あいつと一緒にいると怪我するぞっていうメッセージだったんだよ。だから壊れたんだよ。今日の私はついてるの。ヒール壊れてんのに謎のハイテンションでついてるって。なんてところを見られてしまったんだ。あの時さ、ちょうど副社長に就任する話が来た時でさ、正直かなりプレッシャー感じてて悩んでた時だったんだ。あの日の君を見てさ、僕も悩んでる場合じゃないなって思えたっていうか、元気もらったんだ。ありがとう。いやいや、何言ってるんですか。いいんですよ。むしろ休暇から消してください。はい。だからさ、今日のパーティーで君と話せるかもって楽しみにしてたんだ。そうだったんですか。うん。けど君はいなかった。だからもしかしたらって思ってここに来てみたら。いた。新しい靴を買いに僕とデートしてくれませんか。私でよければ。俳優と女優がキスシーンを演じるうちに恋に発展。恋愛ドラマな恋がしたい。
今回のテーマは現代版おとぎ話。純粋に可愛いなって思ったのと、王子さながら積極的な男子たち。単刀直入に言うと一番気になってるのね。そして新ルールを用意しています。まさかの新ルールで恋が加速する。ライバルが増えちゃう。すごい嫉妬したの。この恋の行方は毎週日曜夜10時。